はい、ということで、先ほどから40分ぐらい、下界しました。何にも当たりがない。この、なんていうのかな、東洋機を使って、でさっきも一回棚測ったのか。で、今、ちょうどトントンにした。トントン。で、塩も全然、今、塩全く動いてない。今、かん、土管かな。まあまあ、塩見を見れば早いんだけど。今もしかしたら土管かもしれない。今こそまさに完全に、塩が止まって、浮きが投げた位置で、ね、浮き止めが立って、浮き止めがね、いて、浮きが立って、で、こっから、5分、6分流しても、左右に1ミリも動かないというね。まあ、そんな感じですかね。非常に厳しい。厳しい、まあ厳しいですね。いやさっきね、来た時にまずおっちゃん来たのよ。自転車でふわーっと来た。おっちゃんが来て、なんか向こうのまた奥の方行って、で、また その後こう帰ってったんですよ、そのおっちゃんをね。おっちゃんとかもじいちゃんかな。うん、で、そっからですよ、そっから。そっから、今度は、しばらくしてね、さっきか、さっきぐらい、しばらくしてまた、その自転車乗った おじいちゃんが来て、連れたかえみたいな。いや、全然無理ですね、みたいな。で、話してたら、いや、昨日の人っていうか、まあ、よう来る人がおるんやけど、その人は、あれよ、毎週かなんか来よったか、まあ、よう来るんだけど、みたいな。その人は昨日、これね、2枚釣っとったで、みたいな。え、マジですかみたいな。え、マジみたいな。うん、その人はもう結構ちょこちょこ見るけど、よう釣っちょんわ、みたいな。めちゃめちゃ追いだめですけど、追いだめですけどね。そう言ってましたね。だからまあで、いるのはいるみたい。うん。いるのはいるみたいですけど、なんか、自分から釣れる気合い、まあ、昨日の話だからね。うん。自分も今日来て、こうね、あれだけど、昨日のあれで、なんか昼から来たっぽい。うん。昼から来て、もう、このさっきの時間ぐらいでもう2枚釣ってたよ、みたいな、なんか話でしたよ。釣れんの本当に。本当に釣れる。いや、餌は触られてるけど、稚魚っぽくないんだよね。うん。いや、むずいなぁ。遠投しすぎなんかな。ここ、どっちかって遠投って言えばね、いや、おっちゃんのなんか話では遠投って言ってたんだけど、結構投げてるんだよね、みたいなこと言ってたんだけど、いや、そんな投げるかなぁ、みたいな感じ。でも結構遠投気味でなんとかやってるんですけど、ちょっと、迷ってる。もうちょっと手前のがいいんかなぁ。で、今ね、夕方まで、わかると思うんですけど、結構夕方なのよ。もう、5時は特に過ぎてるんでね。ちょっと寒くなってきたぐらい。もうこう、今多分5、6分流して、こんな感じです。全然こんな触られてない。うん。5、6分流すけど、最初の巻きだけじゃなくて、中間もね、投げてるのよ。だから巻き投げて2、3分、あ、仕掛け投げるでしょ。で、巻き、巻くじゃないですか。浮き止めまで行くかなっていうふうに巻き巻いて、で、そこから2、3分してまた いっぱいに入って巻き巻くのよ。で、そこからまた2、3分流して、合計6分、7分流してたりとか、まあ、そんな感じです。まあ、半誘導なんでね。なんていうかな、こう、餌がどこにあるか分かりやすいじゃないですか。まあ、そんな感じです。まだまだ、今日は暗くなるまでガッツリやるんで、またまた頑張りたいと思います。はい、ということで、現在、18時ぐらいです。ぐらいです。もう夕日がね、夕日が、はい、もう夕方を物語ってると思いますけど。自分もですね、まあ、正直な話、竿を曲げたいわけですよ。全く釣れない。むず。近場ほどやっぱ、むずいというか、いや、さっきね、さっきも、まあ、別のおっちゃん来たのよ。おっちゃん。もう、このじいちゃんかな、その人のおじいちゃんかな、うん、向こうから来たのよ。多分、この裏ぐらいに住んでんのかなわかんないけど、こっちから来て。最初に来た人は向こうから来たのよ。向こうからこう来たんだけど、次に来たというか、二人目のおっちゃんは、向こうからこう来たのよ。後ろからね。後ろからこう来たのよ。最近、魚釣れようかいみたいな。いやー、全然釣れないですねー、みたいな。話してたら、そのおじいちゃんは、なんか、船で沖に出るらしい。船で、こう、よう沖出るんやけど、もう大分の
海は魚が枯れとるわみたいなそんな感じで言ってましたね。あ、船で出るんですねみたいな。この前も船で出た時にもうだってもう前後ね、前後1匹だけだねみたいな。前後ってあのアジ後ね、アジのこのちっちゃいやつをおいらは前後って言うんですけど、それ1匹だけやったでみたいな。まあ、そのおじいちゃんは趣味で船出てんのか、なんていうのかな、仕事として、漁師として出てんのか、ちょっと、まあ、その辺はね、聞いてなかったんだけども、まあ、そんな感じで言ってました。ただ船で出て、もう行っても、もう全然釣れん、みたいな。で、この辺もたまにこうやって回ってくるんやけど、もうほとんど釣れちゃうの見たことないわ、みたいな。もうほんと、アジもサバも、な、最近はもう、この港全然入ってこないし、よくこう釣りしてる人が話しかけるけど、もう全然釣れみたいな。ここ10年ぐらいの間でもう、大分の海は枯れたわ、みたいな。そんな話してたんですよ。うん。タチウオも釣れなくなりましたよね、みたいな話してたら、タチウオ本当ね、10年前はな、ここいっぱいいたんだけどな、みたいな。そうですね、いましたよね、みたいな話とかしてたりね、したんですよ。でもタチウオもう全然、もう、一本入ってこん、みたいな。そんな感じで言ってましたね。チヌもな、なんか前ほどおらんし、なんか要はベイトがね、かといってベイトが入ってこないから、多分そのスズキとか、マダイも釣れたことあるんですよ、過去にね。そういうなんかでっかいね、魚が入ってこなくなったんじゃないかな、みたいな。なんそんな感じの言い方してましたね、さっきの おじいちゃんは。うん、いや、まあまあ、言ってることはすげえわかるんですけど。今もこう5、6分ぐらい流してこんな感じかな。でも頭だけ触られてる感じなんだよね。うん、頭だけ食いちぎってる。よーく見ると、これ、わかるかな？尻尾の方とかも、こう、わかる？なんか触られてるのよ。だから生体反応がゼロっていうわけじゃないのよ。うん、そのまま丸残りで帰ってくれば丸残りなんで、なんかね、頭の方と尻尾の方はこれ、なんか触られてる感じがしますよね。なんかいるんだろうけどね。いやでもほんと釣れない釣れない。もう太陽も陰っていきましたね。すげえ陰っていきました。だんだん夕方になるほどに釣れて寒いです。ちなみに元の餌の付け方はこんな感じです。ちょっと今頭折れてるけど、だから何も触られてなければ基本的にこのまま上がってくるって感じ。今ピンクっぽいのあるね。このオキアミの上のとこさ、ちょっとキンクっぽくなってるの、こうちっちゃくね。なんか多分触ってるんでしょうね。いやー、厳しいなー。厳しいなー。今ね、つけたオキアミ、回収したらこんな感じですよ。これ確実にさ、何か触ってますよね。うん、今つけたちょっと赤い頭が折れたとかなんか言ってたやつね。で、ほら、針の血元付近もさ、なんかこう、ぐにゃぐにゃ、この辺ね、これ、ちょっとゴニョゴニョってなってるよね。やっぱなんか触ってるのよ。なんだろうな。なんでしょう。今ちなみに、切れた。切れた。軽く引っ張ったら切れた。フグか。フグっぽいな。いやでこれ、もう最初の金流針のセットのやつだからさ、当然一回巻き替えてないのよ。で、今、オキアミ発動してさ、こう、ちょっとやってたらさ、消えたんだけど。まあ、ハリス1号だからね、うん。フグっぽいね、これを切るってことは。フグ、まあ、フグか他にもあるかもしれんけど、これ多分機械かなんかでやってるから、相当ここ巻いてんのよ。巻きつけて、外掛け、多分外掛けじゃないかなと思うんだけど。外掛け結びを多分機械かなんかで多分10回以上とかやってるんじゃないかな。ちょっと夫人のとこザラザラしてたわ。フグっぽいね。フグっぽい。なんかちっちゃいフグなんかな。大きくないフグだよね。少しねいいサイズのフグだったら多分これだったら針ごと引きちぎるじゃないけど、多分そんな感じじゃないかと思うんでね。おそらくちょっとちっちゃいフグがつついてるのかなと思います。ということで最後に一回しようかな。もう、ね、全然もう日が落ちてるから完全に落ちてるんですよ。はい、ちょっと最後に一等にしたいと思います。はい、ということでございまして、現在18時30分でございます。
まあ、最後の一投と言いながらもう一投ぐらいやってるんですけどね。もうさすがに塗るとね、もう日がだいぶ起きてるんですよ。まあ、真正面見るとこんな感じね。太陽はちょうどこの工場のところにか、ど真ん中落ちていったというか、そんな感じですね。うん、もう1時間ぐらい前に落ちたから、もう1時間も経ってないかっていう感じです。で、あの辺に見える山がね、鶴見岳とか、由布岳とか、ちょっとどれがどれか、こっちから見ると分かりづらいですけど、まあ、あの辺ですね。別府の山です、あの辺が。はい。でございますね。もうだいぶ引いてるよね、これ。土管町付近でしょ、でも。いつまで土管町か分からない。週見てないのよ。見たところでは、どうせあれだからね。はい。で、手前はこんな感じね。はい、こんな感じです。誰もいません。こっちは誰もいません。こっちはね、こっちは車が一台来て、多分一人、多分深瀬釣りっぽいのやってるんだよね。仕掛け投げて、マッキーもちょっと入れてるから。もしかしてあの人が常連で釣ってる人なのかな？すごく遠いから。全然見えないと思いますけど、あの人かもしれないですね。そんなところでございまして、まあ18時30分も過ぎましたので、まあ、ぼちぼちともう帰ろうかなと思います。近場の血の釣り難しいね。今本当海がさ、ペタッとなってるの分かります？ペタッとなってるね。波も何もない。ペタって言われてさ、そこになんか魚がさ、なんかふわっ、ふわってさ、今こう波紋が出てんだけど、ふわふわって浮いたりさ、何の魚かわかんないけど、なんかいるっぽいんだよ。もうそれと何でもいいから食ってくれない。食って、うん、もうバシャーっつったね。なんか、うん、こう、あちこちこうちょこちょこ波紋があるから、魚はいるっぽい。うん、まあ水温がやっぱね、12月、1月とかに比べて、ちょっと上がってきたからね、ここ数年水温そんなに下がんないよね、ここ。昔はこう自分はこう水温計ね持ってずっと測ってたから知ってたけど、だいたいね14、5年前だと、もう表面の水温だけどね、バケツですくった時の水温だけど、だいたい昔だと朝方とかに測れば水温はね6度7度8度が平均だったんですよ。でお昼になって10度ぐらいになるかなみたいな。で夕方の時で、変わらんぐらいかな、9度10度みたいな。昔の1月とか12月よ、十何年前の。今多分そんな下がってないんじゃないかな。こう触っても冷たとかならない。昔はね、触ったらぬるかったとか、あ、気温が寒かったからね。最近気温自体が暖かいからさ、まあそういうのもあって、こう魚のなんかあれが変わってきたのかわかんないけど、なんか血の魚影がね薄いなというか、まあでも言ってもね、こう常連の方は釣ってるみたいなので、ちょっと釣り方教えてほしいなと思いますね。まあ、軽く今また投げたのよ。軽くと言っても多分20ちょっとぐらい投げてるのかな。まあ、それぐらいのちょっと距離狙ってるんですよ。多分この辺じゃないかなと思う、釣れるとしたら、ね、どっちかって言ったら自分はこっちの伊江島より向こうの三佐の方が行ってるか、そう、向こうの方もそうだけどね、この岩壁こういろあっちこっちで昔やってたんで、向こう側の方が何百回で来てると思う。こっちは多分ね50回も来たのかな、30から40回ぐらいかもしれない、こっち側はね。向こうのは断然自分は回数多いのよ。昔はめちゃくちゃ、店に来てたんですよ。近場でよく釣れる。釣れてたのよ、昔はね。水温がめちゃくちゃ低くても釣れてたのよ。坊主ほとんどなかったぐらい。その12月、1月でもね。で、その2月ぐらいから ING のね、血の釣りダービーあるじゃないですか。でそれにもう毎回持ってってましたから。で、最多エントリー者とかもね、取ってたぐらいだからね。昔は持ってたね。ただ当時はそこの大野川の有料がまだ有料だったのよ。今はさ無料で通れるけど、昔有料だったから、わざわざ197まで行って昔めちゃくちゃ混んでたよね。もうここ暗くなるまでやって行って帰ったらさ、もう8時ぐらいとかさ、家帰ったら8時とかやってた。懐かしい時代です。同じでよく行ってたんですよ、ミサにね。ほとんど釣った場所、 ING はね、どこで釣ったんですかって聞かれるんですけど、ミサ、ミサ、ずっとミサ、ミサ、ミサ、ミサみたいな。で、途中からずっとゴゴチ、ゴゴチ、ゴゴチみたいな。あと、大野川、そう、大野川もあったか。です。はい。で、最後の一投もね、これ何分流したかな？だから5分ぐらい流してます。そうだね、動画で今5分流してるから、5分以上か。7、8分流してますね。はい。最後まで、なんかこんな感じです。はい。なんか触ってる。なんか触ってるけど。全然、なんか、チヌの気配がないというか、
まあ、いるんでしょうけどね、常連の人が釣れるっていうのは。マジでって、本当かよって言いながら。目撃者一人じゃない。また違う、さっき知り合いが来て話してたけど、いや、釣ってましたよって言って、言ってたからね。あ、昨日の人釣ってましたよみたいな。言ってたから、いるのは間違いないね。だから自分の釣り方がなんか合わないでしょうね。だから沈めで釣った方がもしかしたらいいのかもしれない。まあ、特に今日は潮動いてないからね。どうなんだ、昨日動いてたかもしれないけど、今日は全然動いてないから、なんともっていうところありますけどね。はい、ということで、ちょっと最後長々話しましたけども、これにて今日の釣りは終了したいと思います。浮きがね、入ったなって確認できたのは、最初の来た時、10分ぐらいしてかな ?10 分15分で、1回この浮きがね、こう、ね、浮きが、まあね、ここからこう、スーって入って、あ、この辺まで入ったか。で、こう、当ててできて、で、スーって浮いて、黄色まで浮いてしまったっていう、まあ、その1回だけでした。いまだに記憶になりますけど。はい。ということで、終わりたいと思います。片付けで、掃除して帰りたいと思います。ということで、今日は以上でございます。ご視聴できありがとうございました。じゃあねー。寒い。寒いっす。来た時あんなに暑かったな。寒いっす。